ポロニウムカマグネシウムの空間重点モデル。MG24 は緑色、ポニオンは茶色で表されている。ポロニウム化け物は放射性元素であるポロニウムとそれより電気陰性度が低い元素との化合物である。ポロニウム化け物は通常元素同士の直接反応によって合成される。これらは科学的に最も安定したポロニウム化合物であり、 大きく二つのグループに分けることができる。この二つの中間を取るポロニウム化物や不定非化合物のものもある。ポロニウムを含む合金もポロニウム化物として分類される。ポロニウムは周期表においてテルルの真下にあるためポロニウム化物とテルル化物の間には多くの科学的、構造的な類似性がある。最も陽性な金属のポロニウム化物は 古典的な四性結晶構造を示し、これはポニアニオンを含んでいると考えられている。より小さなカチオンを含む結晶の構造は、より大きな共有結合性、またはより大きなポロニウム化物イオンの分極を示唆する。テルル化、マグネシウム天部は、ウルツ、アラガネ型構造を持つが、ポロニウム化マグネシウムは持たないため、この二つが等構造でないことは特徴的な点である。 しかしヒカニッケル型構造のポロニウム化マグネシウムも報告されている。ポロニウム化物、イオンポニ体の有効半径は、シャノンのカチオン半径から計算することができる。4範囲 216PM、6範囲 223PM、8範囲 225PM である。6範囲のテル,ル化物、イオンテニ体の4半径は 221PM であるため、 ランタノイド収縮の効果が明確に現れていると言える。ランタノイドは同じくイオン性化合物であると考えられるセスキポロニウム化け物 LN2 ポ酸を形成する。ランタノイドはローンポで表される塩化ナトリウム型構造の非常に安定したポロニウム化物を形成する。ほとんどのランタノイドはプラス2の酸化数を取らないため、これらは電化分離4種ではなく金属間化合物と、 みなす方が適切である。これらの化合物は少なくとも、摂氏1600度まで安定だが、対照的に、セスキポロニウム化け物、LN2 ポ3を含むイオン性、ポロニウム化け物は、約摂氏600度で分解する。これらの化合物の熱的安定性及び不揮発性は、ポロニウムベースの熱源の使用において重要である。水銀と、鉛は1、1ポロニウム化物を形成する。 白金はトポニと定式化された化合物を形成するのに対し、ニッケルはニホークスの幅がある不定非化合物を形成する。ビスマスとポロニウムは完全に混和性であるのに対して、金は広範囲な素性の固有体を形成する。アルミニウム、炭素、鉄、モリブデン、タンタル、タングステントの反応は認められない。ありがとうございます。